タイヤのエアモレ点検を始めます。まずはこういうところに入れますよ。タイヤ押さえ、ちょうどいいインチのところに行くとだっとちょうど止まりますね。で、これは何やってるんですか？これはエア入れてます。エア入れてますか、はい、2.4 ぐらいまで。 2.4 ぐらいまでエアを入れます。で、水槽を上げます。水槽は上げます。タイヤが下がるんじゃなくて水槽が上がってきてますからね。水槽が上がってくるくる回します。くるくる回します。ここがプクプクしてたら、そうですね、プクプクしてたらエア漏れ、エア漏れなんです。はい、どう、大丈夫そう、大丈夫そう。止めます、止めます。水槽を下ろします。水槽が降ります。タイヤが上がるんじゃなくて水槽が降りていきますからね。エア抜きます。はい、エア抜きます。外します。はい、これでこのタイヤはエア漏れしてないっていうことになります。はい、ありがとうございます。